この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。椿は畳の上で膝を折り、途方に暮れるようにため息をついた。弟が誘拐されてからもう2日になるが、だいぶ会っていないような気がしてきた。学園も病気と称して休んでいる。嘘をつくのは心苦しかったが、事情の説明などできるはずもなかった。椿、もう休んだらどうだ？丸2日寝てないだろう。父親が憔悴しきった表情で言った。ううん、私より2人とも大丈夫？母親の顔色は悪い。昨晩誘拐の事実を知った時にはふらりと倒れたのだ。3人の弟たちは別の部屋で寝かしつけておいた。弘明の不在に泣いたりわめいたりと大変だった。弘明は祖母の家に行っていると嘘をついておいたが、勘のいい子供たちは雰囲気で事の重さを悟っているようでもあった。明るかった家庭。いつも笑顔が満ちていた。体は弱いが料理のうまい母。喧嘩ばかりで騒がしい弟たち。頑固そうでいて娘にはめっぽう甘い父。どうしてこんなことになったのか。何度も嘆いた。不運というにはあまりにも酷だった。犯人はどうしてうちを狙ったのか。何よりどうして弘明なのか。今頃どんな辛い目に遭わされているのだろうか。せめて自分が変わってあげたかった。しかし椿は家族の前で弱音を吐くまいと心に決めていた。一番辛いのは大事にしていた土地を、土地に手をかけた、父であり、腹を痛めて産んだ息子を奪われた母なのだ。春がつぶやき、狭い居間に着信音が鳴った。犯人はなぜか春の携帯電話に連絡すると言ったのだ。とっさに春を見た。落ち着いた動作で携帯電話を耳に添えた。どっしりと構えていた。いつも学園で、柳の枝のように背筋を曲げている宇佐美さんではなかった。魔王だな。春がいきなり言った。魔王とはどういうことなのか。春がふざけている様子はない。椿にも見当がつかなかった。椿には見当もつかなかった。ご挨拶だな。何を企んでいる。一体どんな会話をしているのか。椿は混乱した。まるで誘拐犯と顔見知りのようなやりとりだ。わかった。椿に代わる。急に名前を呼ばれて、椿の心臓が跳ねた。私？代われと言っている。以後、その携帯は椿のものらしい。それだけ言うと、春は携帯を差し出した。椿は生唾を飲んだ。通話状態になっている携帯を受け取る。手が震えた。まだ誘拐犯と会話をしなければ、また誘拐犯と会話をしなければならない。目をつぶって電話に出た。もしもし、椿です。調子はどうだ？
相手は言った。それまでのように機械的な声ではなく男の肉声だった。何のつもりですか？警察に連絡しないでくれてとても感謝している。椿とは紳士的な取引ができそうだ。妙な気分だった。誘拐犯に下の名前を呼ばれるなんて。身代金は用意しました。次は何をすればいいんですか？いいぞ、私の言うことをきちんと守っていれば弟は必ず返す。誘拐犯は続けていった。まずその携帯の、充電が切れないように注意しろ。電気屋かコンビニエンスストアなどで即席の充電器を用意しろ。ちゃんと型が合うものを購入するんだ。椿はとっさに記帳を開いて犯人の指示をメモした。セントラル街に大和屋という大きなデパートがあるのは知っているか？不意に尋ねられ、椿は混乱した。わかると思います。デパートの3階にカバンを売っている店がある。はい。明日の午前中、そこで一番安いアタッシュケースを買え。1万円もあれば買えるはずだ。アタッシュケース？メモを取るのに必死で、犯人の指示に疑問を挟む余地はなかった。無事に購入できたら、50枚の株券を封筒に詰め、ケースの中に入れて私に連絡しろ。電話番号は今、椿が手にしている携帯に入っている。書き終えて、椿はようやく一息をついた。椿は思う。どうしてそんな回りくどいことをさせるのか。警察にも連絡していないし、身代金はちゃんと引き渡す。だから弟を返してほしい。切実な思いが胸をついて口から出た。お金払いますから。ちゃんと払いますから。ですから。誘拐犯が遮って言った。弟はちゃんと返す。はい。ただ私は取引に万全を期したいだけだ。明日になってお前がいきなり警察に連絡しないという保証があるのか？しないです。思わず叫んだ。どうして信じてくれないんですか？逆に聞きたいのが、だが、どうして信じることができるの？しないものはしないからです。不意に含むような笑い声が聞こえた。なあ、椿。ささやくような声が耳にまとわりついた。お前は面白いな。何がですか？お前が無条件で他人を信じるのは勝手だが、それを私にも押し付けないでもらおうか？言っている意味がよくわかりません。大したものだ。私はお前のような人間は好きだぞ。絶句した。唖然として言葉に詰まった。軽い錯乱状態に陥った椿に犯人は連れ。父親にするか決めかねていたが、やはり受け渡しには椿を指名するとしよう。受け渡し。つまり、明日、椿は身代金を運ぶ役目を与えられたのだ。では明日、お前に会えるのを楽しみにしている。待ってと言いかけたが、すぐに普通音が流れていた。ひどい、疲労感を覚えた。アルが顔を覗き込むように見ていた。大丈夫か？平気だよ、おはるちゃん。犯人はなんて？椿はメモをたどりながら、先ほどまでのやりとりを、春に教えた。春は椿のたどたどしい説明を黙って聞いていた。携帯の充電器はあるぞ。春が言った。この携帯はもともと犯人からもらったものなんだ。ずっと持ってたの？てかそこら辺説明して大丈夫なの？ということはだって、つながりがあるってことやろ？
だからその椿目線で言ったら、春と魔王の因縁に椿が理不尽に巻き込まれたみたいなさ、そういう風なあれじゃん。ずっと持ってたの？私にとって唯一の証拠品だからな。いつか買ってきてもいいように充電は絶やさないようにしておいた。そして、魔王もそういう私の行動を読んでいた。椿は首をかしげた。お、魔王だ。魔王っていう人が犯人なの？ああ。春は神妙にうなずいた。知り合いなの？尋ねると一息入れるような間があった。知り合いというわけではないが、椿は声に聞き覚えがなかったか？え、声？犯人の声だ。椿はもう一度思い起こしてみた。犯人の魅惑的で自信に満ち溢れていそうな中性的な声。いや、わかんないな。どこかで聞いたことはないか？そう言われても。男性の声など普段は耳に覚えておかない。唯一印象に残っているのは浅井京介の声だ。京介は電話口に出た時など、たまに冷や汗が出るほど凄みの効いた声を出す。うっかり京介の名前が口に上りかけて、椿は慌てた。浅井くんが犯人のわけがないじゃないか。恥ずかしい気分だった。京介の協力がなかったら身代金すら用意できなかったのだ。土地の相談にも乗ってくれた。京介はひょうきんな遊び人のふりをしているが、本当は優しくて頼りになる人だ。不意にクラシックについて、熱弁を振るう京介の顔が思い浮かんだ。胸が熱くなった。まあいい。ところで明日は私も協力させてもらいたいんだが。え？無双にふけっていた椿はいきなり目を覚まされた気分だった。犯人を捕まえる。春は決まっていることのように言った。すると、それまで黙っていた父親が口を開いた。捕まえるって？父親は重い腰を上げた。それはお金を渡さないっていうことかい？極力渡したくはありません。その一言にさすがに慌てた。ダメだよ。ちゃんと渡さないと、ひろあきは。犯人は言うことを聞けばひろあきを返してくれると約束したのだ。春に詰め寄った時、父親が手で制した。椿、ちょっと落ち着きなさい。だって。春は小さく頭を下げた。驚かせてすまない、椿。私こそ取り乱して。春は椿を安心させるように笑った。宇佐美さんと言ったね。春でいいですよ、お父さん。捕まえるって君が買い？お金も、ひろあきくんも帰ってくる。それが最高の形だと思っています。確かに犯人さえ捕まえれば全てうまくいくよ。けど、僕らは警察すら頼らないことに決めたんだ。犯人の言いなりになるということですね。春はどこか不服そうだった。確かに犯人は大した人物です。幼児を誘拐し、紙を送りつけてくるという残虐性と、身代金を株券で要求するという奇想天外な発想の持ち主です。春は何が言いたいのだろうか。犯人の人物像など興味が湧かない。誘拐事件を引き起こしたというだけで、もはや恐怖の対象でしかない。そうだよ。そんな凶悪な犯罪者をどうやって捕まえるというんだい？父親の言う通りだった。犯人がどれほど頭の回る人物だとしても、ただ一点、姿を現さなければならない瞬間があります。それは、身代金奪取の時です。
正体不明の犯人ですが、用意した株券を椿から受け取るときには顔を見せざるを得ないはずです。確かに犯人は椿に会いたいとまで言った。ひょっとしたら本当に顔を合わせることになるのかもしれない。父親が首を振った。宇佐美さん、前に君が言った通り、身の代金を渡せば弘明が帰ってくる保証はどこにもないね。私はむしろ身の代金を渡したが最後、弘明くんは戻らないとまで考えています。なんで、約束が違うじゃない。口を挟むと椿は春に見つめられた。犯人にとって人質とはリスクの塊だからな。解放した後、犯人の顔や声を覚えていて、監禁されていた場所を警察に話すかもしれない。浅井くんといい、宇佐美さんといい、椿の友達はただものじゃないな。父親は力なく笑った。胸の内では激しい葛藤があるのだろう。警察は通報もせず、凶悪犯の言いなりに、守り続けてきた土地を担保に入れなければならない。椿はこんなに苦しそうな父親を初めて見た。正直どうしていいのかわからないんだ。今すぐにでも受話器を掴んで警察を頼りたい気持ちもある。ただそれをやると確実に弘明は帰ってこないんじゃないかという恐怖も大きい。お察しします。椿は宇佐美さんの意見には反対なんだな。父の問いに椿は即答をためらった。罪悪感に似たものが芽生えていた。自分はハルという友人より、得体の知れない凶悪犯の言うことを聞こうとしている。確かに。ハルちゃん。ハルは目を伏せた。私に人の家庭の事情に口を挟む権利なんてない。ずけずけと勝手なことばかり言って本当にごめん。胸が痛んだ。勇者と名乗った少女は最良と思われる行動を提案しているに過ぎないのだ。その気持ちを汲んであげたかった。椿は、散々迷った果てにようやく言った。お父さん、ごめん。やっぱり警察は怖いよ。だって私は犯人の声を直接聞いてきたもの。本当に怖い人だと思う。警察だけは絶対にダメだと思う。父親は深くうなずいた。でも、春ちゃんの言うことも合っているように思う。犯人を捕まえたいとも思う。椿。だから春ちゃんには自由にしてほしいな。笑うと笑顔が返ってきた。ありがとう。魔王をやっつけるのが勇者様でしょ。釣られて父親も笑ってくれた。私は大丈夫か、椿。明日は大丈夫か、椿。お前の身も心配だ。できるなら代わってやりたいが。いいよ、お父さん。ありがとう。父は椿を頼っていった。長女として、今までずっと家の中で中心的存在にあったのだと気づいた。よし、じゃあ子供たちを起こしておいで。ご飯にしよう。自分も一緒にさせてもらえると食費が浮いて大変嬉しいのですが。もちろんだよ、みんなで食べよう。すいません、厚かましくて。夜は更けていった。
冬の暗い淵に立たされた家族にようやく一輪の花が咲いたようだ。冬の朝はいつもより冷え込んでいた。さて、今日は朝から大忙しだ。支度をして玄関に立つと、胸ポケットの中で携帯が鳴り響いた。もしもし？相手は椿だった。朝早くごめんね。ああ、構わないよ。何かあったのか？今日身代金の受け渡しがあるの。ええ。驚いたふりをした。大変だな。やれるのか？うん、やるしかないよ。椿の声には明るい意気込みのようなものが感じられた。すまんな、こんな時に一緒にいてやれなくて。ねえ、浅井君にはたくさんお世話になっているよ。ちょっと仕事があってね、片付いたらそっちの家に駆けつけるよ。片付いたらな。ありがとう、待ってるね。通話を切って外に出た。いよいよか。笑みが漏れ、口角がつり上がる。遊びを楽しむとしよう。午前9時。冬の青空と同じように春の頭は冴え渡っていた。よーし、椿、一丁我々の友情パワーを犯人に見せつけてやろうじゃないか。春ちゃん、元気いいね。お前こそちゃんと身の代金持ったか？うん。椿は封筒に入れた株券を大事そうに抱えていた。見送りに出てきた父親と母親に手を振ると、二人はセントラル街に向かった。一体どこから人が集まってくるのか。午前中とはいえ、休日のセントラル街の混雑は半端なものではなかった。ねえ、はるちゃん。なんだ？私たちって一緒に行動していいのかな？椿の足取りが重くなった。春も釣られて足並みを合わせた。ダメだとは言われていない。春はむしろこの誘拐事件に絡んでこいと魔王に誘われているような気がしていた。ただ、私は離れて行動した方がいいとも思う。魔王も春の介入を予想しているだろう。であれば、椿と一緒に身代金を引き渡すより、姿をくらましていた方が、魔王の不意をつきやすいのではないか。例えば、身代金、ダッシュに姿を現した魔王が、椿に気を取られているうちに背後から近づいたりできるのかもしれない。どうする？椿が聞いてきた。椿が、一人では心細いのだろう。大丈夫だ、そばにいる。そう。ただし、少し距離を置いて椿を遠目に見守るような形を取らせてもらう。椿は怪訝そうに首をかしげた。じゃあこれから私たちはお互いに連絡を取り合わないの？そうなる。そっか。春は椿の肩に手を置いた。窮地に陥っているようなら、さっそうと助けに行く。その一言で椿も少しは安心したようだ。頬を朱に染めてうなずいた。最後に一つだけ聞いておく。
何でも言って。私は極力犯人を捕まえようとする。だが万が一取り逃がしてしまった場合、身代金だけは奪われないように動くつもりだ。そうなの？また不安そうに椿の眉が下がった。椿としてはやはり素直に犯人の言うことに従って身代金を渡したい気持ちが強いのだろう。いいか椿、たとえ犯人に逃げられても身代金さえ手元にあればもう一度交渉のチャンスはつかめると思う。魔王は身代金を奪おうともう一度、椿家に接触してくるから、その場合は再戦となるだろう。ただ何か嫌な予感が走っていた。春の推測は魔王が本当に身代金を欲しがっているという前提において妥当と言える。ただ今回の誘拐事件は生活に詰まった人物の成り行きの犯行ではないのだ。魔王にとって5000万の株券はどれほど意味のあるものなのだろうか。しかし春は魔王の真の目的は春への挑発だと睨んでいる。魔王にとって挑戦というよりお遊びなのかもしれない。いずれにせよ魔王が春を叩き潰したいのであればその花を明かしてやればいい。もちろん敗北を悟った魔王が腹いせに弘明君を殺害するという不安も拭いきれるものではないのだが、春ちゃん、昨日も言ったけど春ちゃんのいいようにして。ありがとう、そう言ってくれると思っていた。ふふ。椿は舌を見せた。はるちゃんって不思議な人だね。なんだ急に。ドヨーンとしたりキラッとしたり、一体どれが本当のはるちゃんなの？ああ、見つめられるとなんだか首の裏がむずがゆ。はるちゃんって転校多かったんじゃない？まあそっか、大変だったね。椿はおそらく将来の人の良さで春の友達の少なさを感じ取ったのだろう。おい椿、私はよく気持ち悪いと言われる。気持ちが悪い、気持ちが悪かったら縁を切ってもらっても構わないんだぞ。春は少しだけ昔を思い出した。ここをここをと言い換えて車に構えていた自分を。けれど椿は強い口調で言った。悲しいこと言わないで。はっとして椿を見た。お友達だよ春ちゃんは。一体どうしてこうまで純粋な少女が現実にいるのだろうか。一途な眼差しはある種のカリスマすら感じる。何を差し置いても椿のために頑張ろうという気分にさせられた。この根拠が理解できなくて春は戸惑いを隠せなかった。最後に一つだけ聞きたい。さっきも最後にって言ってなかったっけ。これが本当に最後だ。そしてかなり重要なことだ。うん。春は椿を見据えた。椿は浅井さんのことが好きなのか。え？瞬間湯でも沸いたような表情になった。どうなんだ。どうなんだと聞いているんだ。好きだよもちろん。あんなに頼りになる人いないよ。ふーんって。やはりか。春は複雑な気分だった。反対に椿はすでに余裕を取り戻していた。何にしてもありがとう春ちゃん、椿が言う。ひろあきが帰ってきたらいっぱいお話ししようね。春はうなずいた。そして椿についてはこう思うことにした。自分は素晴らしい友人を得たのだ